浜風ライトからレフトに流れておりますが、今日はその左の打席に入って試合開始は6時22分です。昭和56年の5月16日、タイジャイアント8回戦以来の先発です。まあ、そんなになりますかね。そうですね。これ、実は入団した年ですよ。あ、はい、そういえば、先発という機会に恵まれず、本当に4年ぶりの先発ということになります。足掛け5年ぶりということになります。頑張らなければ、まあ、ならないと決意も新たに今年にかけまして中継ぎで成功して現在3勝をマークしております。その中田です。広島戦、広島が追い上げてまいりまして、あっという間に3ゲーム差に迫ってしまいました。お尻にちょっと火がついてきたタイガース、今日は奮起一番、試練のイニングですね。そうですね、一番出しては太陽とすれば、しかしこの近藤監督とすればここはあれでしょう、あれ今三塁の塁審の福井さんに何か激しく珍しい、なんか激高したような感じで詰め寄ってますね。結局ね、セットが停止してない、停止してないと、はい、つまり、はい、そういうのをちゃんと見てなきゃダメじゃないかと。そうでしょうね、こういうことでしょうね、はい、うん、いわゆるセットポジションでペッとボールをセットして、やはり1秒間のね、はい、グローブがね、これ中田あまり走られるのね、怖がらのいいと思います。そうですね、もうバッター加藤をね、はい、打ち取る気持ちで入ったらいいと思いますよ。行きます。二塁は盗塁成功。キャッチャーの軌道もちょっと外角より外し気味だったんですが、これで平田の逆モーション、はい、に上がりまして、なんかもったいないような阪神ファンにとっては気持ちもするでしょうが、まあ、久々の、中西、あまり投球感覚、登板感覚が相手もどうかという、そういう配慮で、登板指令が出たものと思われます。高木豊の一撃はライトセンター間です。ワンバウンフェンスに当たります。二塁打になりました。太陽、これが8本目のヒットです。これ今、風発撃はセカンドの高木です。現在2割1分、まあ、昨年はこのカード、タイガースの11勝、そして、太陽の13勝、2つの引き分けという成績で、まあ、太陽は唯一勝ち越したのがこのタイガースだったわけですね。そうなんですね、昨年このカードキーオは3勝4敗でした。ボールカウント1エンド1ですですが、はい、実際に太陽というチームは対戦してどういう感じを与えるチームなんでしょう。そうですね、去年はですね、はい、まあ、小馬さんになりましたね、はい、それで、まあ、比較的チームをですね、負け越してますけど、他の球団と違って怖いという印象はなかったですね。ああ、そうですか、はい、それで、よく走られると言いますけどね、広島みたいに極端にはそう走ってきませんからね、その点、負け越しはしましたけど、怖いという印象はなかったですね。ああ、そうですか。そうしますと、いや、近藤さんの時もですね、優勝した次の年ですね、その時はストライクゾーンがちょうど低くなりましてね、61年ですね、はいはい、それで、太陽はですね、タイガースを徹底的に痛めるという、その前は太陽は非常に巨人痛めに行ったんですね、キャンプから言ってましたんでね、はい、その通り開幕から非常に痛めつけられて、その年はやられましたね、はい、で、まあ、同じような近藤さんと小林球というのはそんなに変わらないです。あ、そうですね、やはり、はい、細かい野球で、点を取り、
そしてピッチャーで、最初失点で逃げ込んでいこうと、はい、そういう野球ですから。対戦は完投いたしましたが、完投負け投手、それから4月の14日巨人2回戦は完投勝ち、7対3でタイガースが勝ったゲーム、このゲームでタイガースは調子の波に乗りまして、その後ドラゴンズを3連敗いたしました。今日の高木はこの前の打席でレフトへヒット、三遊間突破のヒットを打っています。だから外野フライを打てるという状況ないだけにね、はい、外はやはりあそこまで持ってかれる。今のはあれ真下の面で良かったですよ。だからこの時期の野田はまだその球種を増やすことよりもやはりコントロールを身につけることですか。それでね、はい、自分の持ち球をね、はい、たくさん掘ったらいいんですよ。そうですか、はい、これはレフトフライになります。低め、ボールを太陽は当たっております。本線が当たってる時は怖いんですけどもね、それ以外はそんなに大量のね点を取るとは思えないですけどもね。あっと、ね、この川口ね、自分の今の気持ちが分かりますけどね。そうですね、詰まりました。センターです。高木、ランナーがいる時の成績が出ていました。大事、これは昨シーズンの成績です。今シーズンは大事なところの小松崎センター大戸ドラゴンです。丁寧になるのはいいんですが、ブーツーから見た時ありますよね。あ、びっくりするのと思った時ありますよね、はい、一塁は空いてます。抜けて、いや、取ったランナー3人。まあしかし普通ですとバントさせるケースですけどね、ツーナッシング捉えても。そうですね、現在5試合連続ヒット中の高木豊ね、そうですね、ワンアウト三塁としてトップの高木豊。セーフティーバントが桑田の好フィールディングに阻まれたピッチャーゴロ、そして、ショートライナー。ちょっと前を詰めています。代走に出たと、そこで高橋が選手の考え方っていうのはちょっとね、もったいないんじゃないかという、そんな感じしますね。そうですね、最近は毎試合1安打ずつの高木ですが、1塁いたそう。今シーズンはキャンプでもう一つ自分の思った通りの走り込みができなかった、それがやはり下半身にもう一つ自分自身の本来の感じが出ていないと言っておりますこの高木豊なんですけれども、足に打球を当てましてちょっと痛そう。さて小林さん、だんだん放送時間もなくなってまいりましたけれども、今日のジャイアンツなんですけれどもね、10安打で5点、牧原が調子が悪いながらも、小林さんはもう立ち上がりからあんまり今日の牧原は良くないとおっしゃっておりました。12安打を打たれながらも3点に抑えている。もしこのまま行くならばジャイアンツは牧原が調子悪くても勝ち投手になれる。お別れしなければなんですよね。そうですね、ハイヤーファンの人はようやくチームリーダーが帰ってきて一安心といったところだと思うんですけれども、故障の方はまあやっぱり竹山さん、この高木がトップに座ってる座ってないで、ちょっと太陽のね、それはもちろんのね、雰囲気が全然
リズムつかめなかったんでしょう。ようやく、まあ、関根監督が苦心して中継ぎで使ってある程度自信を取り戻させて、はい、そして、まあ、先発勝ちましたね。そうなんです ね、 ね。力のあるボールであればいいんですけれどもね、どうもあの腕の振りが遅いって言いますかね、それがためにピッチャーの掛け方にも二塁打されてるんですね。あ、リズムの差っていうのが出るんじゃないですかね、うん、じゃああれじゃないですか、あの大変なんでしょう、今日が19試合目の登板、現在3勝8敗1つのセーブというマウンド上の伊藤、2-3から打ってショートバックハンド取って1塁タリッシュ取りました。